この都市の狭間で私たちは物を運ぶ。人々は密かに情報をやり取りしなければならない。大きな獲物を前に警察も私たちを見逃していた。今は違う。何かが起こっている。妹が捕まった。犯してもいない罪を着せられて、そして私も追われている。しかし武器を持たない私だって戦えぬことはない。これが誰の罠なのかを私は追う。この都市の狭間で真の自分を見つけるために。